やっとさ、鹿児島ニアの半分生放送の生放送。スタートしてるのか。はい、じゃあやってまいりました。第何回だったかな。もう21回ぐらいじゃないですか。もう回数はもう、まあ、あんまり数える意味ないけどね。まあまあそうですね。まあ毎回番号振ってないから。はい、じゃあ、まあ、まずは自己紹介。あ、そうか。鹿児島ニアのフールでーす。鹿児島ニアのポンです。なんか最近こう、来週何やりますとか言ったり言わなかったりで非常に申し訳ないんですけども、今日も、はい、一応まあ、ツイッターでは告知してたんですけども、8時から9時ぐらいにしますよとは言ってたんですけども、誰か見てるんでしょうかね。見てるっていうか、まあ、今回はちょっとまたカメラの調子があれなので音声のみですけども、あでももう閲覧が2人になってますね。よろしくお願いします。好きですねということで、前回は私がコーヒーを、まあカメラとねマイクがね言うこと聞かなくてね、まあ、機材はもう低予算でやってますからね。誰かねエンジニアの方が手伝ってくれると非常にありがたいんですけどね。まあまあそれはおいおい、波に乗ってきたらついてくるんじゃないかな。波に乗るかな。もうせいて波を起こしていかないといけないですね。で、まあ、前回ちょっと告知しとこうと思ったんですけども、まあ、はい、このツイッター見てる人には俺つぶやいたかもしれないんですけど、はい、今月の頭に平川動物公園に行ってきまして。ああ、ありますね平川に。あ、その前に今日も私コーヒー入れたんですけども。ああ、コーヒーいただいてます。毎回ありがとうございます。うん、今日はですね、ぼちぼちさんの、オーガニックなんちゃらっていう。めっちゃボールペンで書いてますけど、コスタリカオーガニックというコーヒーをいただいております。ですね、ジャケットがね、これちょっと見せたいけどね。字、なんていうの、ボールペンで書いたよな。ボールペンで書いてるでしょ。手作り感ありますね。手作り感がね、ここも含めてオーガニックっていうかな。なるほど、はい、いただいてるんですけども、いや、うん、やはりこう、うん、アイスで飲んでた自分なんですけれども、まあホットで今回いただいてるんですけど、やっぱりこうホットで飲むと温まりますね冬は。まあ最近寒いですからね。鹿児島も雪が降りましたからね。オーガニックって、まあ、味に影響するのかな。オーガニックってつまりこう自然の味そのまま的な感じでしたっけ。有機農業みたいな、うん、なんじゃないですかね、うん、まあちょっと飲み比べてないから分かりませんけども、いや大変飲みやすいコーヒーですね、うん、ということで、2月の1日に平川動物公園にものすごい久しぶりに行ってきて、はい、まあ何年ぶりだ、何年ぶりかな、もう10年とかぶり。まあなかなか行く機会にも恵まれないんじゃないかな。行こうと思えばいつでも行けるんでしょうけど、こうわざわざ行くってなると。で行ってきたので、まあいろいろちょっと思うところがあったというか、びっくりなところもあり、うん、改めていいところもありというのがあったので、まあ今日話す内容はテーマは、はい、平川動物公園について、はい、よろしくお願いします。はい、鹿児島市立かな？なんじゃないですかね。動物園って企業なのかな？でも企業がやってるってあんま聞いたことないな。鹿児島市平川動物園、あ、公益財団法人鹿児島市公園公社さんの管理みたいですな。鹿児島市公園公社、まあでも公共の場所でしょうね。じゃないですかね、はい。まあね、ご存じない、まあ、県内の人はさすがに知ってるでしょ、どこにあって何があってとか。ああ、まあ小学生時代に遠足とかで、ね、遠足で行くでしょうからね、来ると思いますよ。なのでまあこれを聞いてるね、県外の方も聞いていただいてるみたいなので、はい、県外の方に
なかなかないですよ、あの鹿児島弁で鹿児島の動物園の話をする番組なんてなかなかないですもんね、うん、まあ、その鹿児島県外の方に向けてなんですけども、はい、まあ、とりあえずまず場所が鹿児島市内ですね。これは鹿児島市内の平川町というところにあるみたいでございます。まあ、平川動物公園ですからね。はい、平川にありますね。で、まあ、アクセスなんですが、うんうん、まあ、車で行くとですね、まあ、鹿児島県民でしたら車ないとなかなかいろいろ行けないと思うんですけども、そうですね、まあ、あの国道、まあ、中央駅からだったら国道を通って、まあ、50分ぐらいかなと思ったんですけども、当日車で行ったんですけど、はい、まあ、50分ぐらいですかね。混みますからね、時間帯によっちゃ。そうですね、高速道路とか使ったらもっと早いんですけど、まあ、動物行くのにね、市内の方は高速道路使わないでしょうからね。まあ、やるとしても鹿児島インターとかから降りないといけないから、まあ、どっちにしろなんですが、はい、まあ、中央駅から50分ぐらいで、まあ、JR でもバスでも行けますんで、なんか動物園行きっていうのはよく見かけますよね。はい、まあ、車持ってない方でも全然行けますよと、うんうん、まあ、帰りの時間気をつけないと帰れなくなる可能性がありますけどね。そうですね、鹿児島はバスの本数が少ないですからね。うーん、はい、まあ、そんな場所に立地してます。で、はい、まあですね、まあ、概要説明してもいいんですが、はい、その概要説明書と、ホームページを見たらですね、これはぜひね、県外の方はインターネットなんてね、どこでも見れますから、うん、そうですね、検索 Google シーンで Google 紙で検索していただいて見たところですね、クイズっていう項目がね、あって、はいはいはい、クイズ動物園のね、平川クイズ、これパソコンで聞いてらっしゃる方はですね、まあ、スマホでも見れると思いますけど、はい、あ、スマホフラッシュプレイヤーってアドビ仲悪いよな、あー、対応してないんですかね。 iOS の方は見れないかもしれませんがその平川動物園のサイト内にクイズがあってですね、ほうほうほう、そのクイズがちょっと面白そうなので今日それをやっていこうかなと。今回フルさんと同席している状態なので一緒にちょっとやってみたいと思います。もうジャケットというかタイトルから面白いですけど、うん、平川クイズーと、あー、動物園のズーにかけてかけてるね。ちょっとね、面白いのか面白くないのか非常にあやふやな、なんか鹿児島らしいっちゃ鹿児島らしい地方感出てますね。うん、これどうなんですか、まあ、インターナショナルとも言えますが、はい、でですね、まあ、クイズーはいいんですけど、 QUIZOO のクイズーはいいんですけども、ほうほう、その隣になぜかカバクイズって書いてあるんですよ書いてますね。なんだカバクイズ、なぜかカバ、これもうね、イントロからすっごい面白いんですけどもまあ僕らは事前の打ち合わせここまでしか見てないので、はい、今からね、どうなるか、これに挑戦しようと、はい、はい、これでね、このラジオが放送事故になるのかどうかは平川、公益財団法人鹿児島市公園公社さんの、センスにかかってきます。たとえ何が起きてもこの責任は鹿児島には負いませんからね。そうですね、お問い合わせに関しては平川動物園、平川動物公園のメールアドレスが書いてないのかなそうですね、代表者の名前、理事長上上そこなんて読むの、上林夫さん、へー、小林檎、すごい、なんて読むんですかこれ、おしゃれな名前ですね。なんて読むんですかこれ、読み方、名前持ってないな、大変珍しい上林檎さん、本当に、あ、理事長フェイスブックやってるあら、それはちょっといいんですか、責任ある立場の方が、あー、わかんないね、読み方、上林檎さんに、苦情等々は、いたします。ということでやっていきます、はい、ではスタート、うん、クイズ第1問、平川動物公園で人気者のカバの龍馬くんのお嫁さんとして神戸市王子、ん、王子動物園、王子っていうのかな、うん、王子動物園から来たメスのカバの名前、はー、正しいと思うものをクリックしてください。1みなみちゃん、2ななみちゃん、3ほなみちゃんどれもそれっぽいけどな。てか神戸と交流あるんですな。うーん、これはなんか名前にヒントが、みなみ、ななみ、ほなみ、でも龍馬くんのお嫁さんだったらお龍じゃねえのあー、まあ、でも神奈川、あ、神戸ですよね。
でも鹿児島に来るってことはこうなんか南ちゃんとかいうのちょっとそれっぽいかもしれないですね。あ、じゃあポンさん答えていきますか。あ、いいんですかね。まあポン的には南ちゃんであってほしい。よし、じゃあいきますよ。重いんですか。残念。わかんないっすよ。答えはななみちゃんでした。はあはあ、説明。ななみちゃんは龍馬くんと同じ年の2009年生まれ。うん、10歳御年10歳違うな、8歳。そうですね、2017年なので。餌を食べるときは水の中にいるときまで2頭は見つめ合うほど仲がいい。あ、これでもそうかも。ほう、あのフールが動物園行ったときに、うん、まあその日ね寒かったんですよね。曇り時々雨みたいな感じで、もう10度ないぐらい、はい、動物たちが結構みんなかわいそうな状況だったんですが、まあ案の定ね、カバーもだって寒いところの生き物じゃないよね。なんかあったかいとこにいるイメージですけど、もうあの水の中に入って出てこないような感じだったんで、うん、鼻だけ出してる感じだったんですけど、うん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 、その時も2人一緒にいたんで、あの龍馬くんとななみちゃん、はい、仲いいんですって。ほう、2頭をよく見るとななみちゃんの方が目の出っ張りが大きいです。外見も違うんですね、はい、目力があるんでしょうな。龍馬くんの方が足の模様が目立ちます。模様がついてるんですね。カバって全部カバの説明これ。いや、なぜななみちゃんとかいう説はないの。いや、まあななみちゃんでしたということで。あ、これだ大丈夫なクイズとして。いや、まあまあまあ第1問目ですね。はい、じゃあ次の問題いきます。はい、はい、第2問。カバの口の開く角度は大体どのぐらいでしょう。カバ、あ、そういうこと。カバクイズ、本当にカバのクイズなんだ。カバばっかり。3択です。はい、1、50度、2、90度、3、150度、どれでしょう。150はないんじゃないか。150って言ったらほぼね、開脚。180度がもう、バックリ開いてますからね。まあ、90度90っぽいね。90度って言ったら人間もそんぐらい開くんだよね。90、開きます。50はないと思います。そうね、いや90でしょ。90、これは正解の自信がありますよ。じゃあ2番の90ね。はい、カバにクリックします。残念。すごっ、2連敗ですよ。ちょっと150度、答え3の150度です。野生では仲良しのオスとメスの挨拶やオス同士が相手を脅すために口を開き、へー、すごいね。これ聞いてる方はインターネット見てるかな。これホームページ写真付きで、あのカバが口全開にしてる写真が出てるんですけど、150度空いてますね。もはや180度なんじゃないかというぐらい空いてますが、はい、そうですね。龍馬くんの場合はキャベツ頂戴の時もこの150度開口をするそうです。あ、やっぱり意味があって、ちゃんとこう150度開ける時は挨拶をしたり。これでも神戸市立王子動物園さんのこの写真のチョイスはなんか迫力がありますね。これはエイリアンじゃん。まあまあ、これ脅威ですよね。これ何も知らない子供見たら宇宙人かと思う。そう、見方によっちゃそう見えるかもですね。はあ、じゃあ第3問いきますか。はい、第3問。カバ尽くし。カバの龍馬くんの大好物の食べ物は、あ、1キャベツ、2人参、3スイカ。これクイズとして成り立ってるのか。これさっきなんかキャベツの頂戴の時に口開けましたとかさ、この写真にこれ写ってるのさ。本当だ、キャベツじゃねえこれ。まあさっき第2問目とその写真を見るとなんか緑、黄緑色的なものが見えますけど、これは見てる方はちょっと不愉快な思いをされるんだけど、答え載ってるじゃんね。もう1のキャベツしかないんじゃない。これ2と3だったらちょっと反則じゃないですか。ちょっとこれ作った方はあれだよね、悪やでね。あ、はい、これやのキャベツ。ああ、よかった。これはもういいですね。答えは1のキャベツです。平川動物公園ではカバの餌として1日約30キロの、あ、干し草ね、うんうん、いや、ペレット、草食動物にあげるドッグフードのようなものをあげています。はあはあはあ、食べるね、30キロ。龍馬くんはおやつのキャベツが大好きで大きく口開けておねだりします。知ってる、さっき出たやん。知ってる知ってる。ああ、でもカバについてどんどん詳しくなってますね。今1日30キロって言ったら米何合。いや、米だってね、
5キロとか10キロとかで買いますかね。あれ3袋なんか一緒一緒じゃねえの。カバー対角も1票1国1票餌代もバカにならないんですね。でもペレットも食べるんですね。キャベツ食べ過ぎでしょ、あんなに動いてないの。はい、じゃあ第4問。まだあるんですね。終わらなかったらどうしようかな。まあ時間の続く限りはちょっとやっていいですよ、はい。第4問、カバの指は何本でしょう。いやーこれーどうだ、1、2本、2、3本、3、4本。2本ってことはないでしょ。消去法で考えるとそうですよね。日本はなんかイメージにないな。指が2本しかない生き物ってなんですか。 ET とかぐらいですか。カメレオンとかなんかこうパックリ割れてますよね。2本、3本かな。でも2本ってことはないでしょう。4本。いやでもなんかこう今までの出題傾向からしてなんかちょっと引っ掛けなような気もするな。引っ掛けもんだったっけ。いや、3本にしましょう。2の3本ね。はい、はい、じゃあ3本。残念あまんまと、答えは4本です。カバの指は4本で、偶数のひづめなる哺乳類の仲間で、偶蹄目。偶数の偶にひづめと書いて偶蹄目に分類されます。他にキリンや牛、鹿なども偶蹄目です。偶蹄目は何、4本ってことじゃないですかね。偶数本、あ、じゃあ日本の可能性もある。キリン、牛、鹿なども偶蹄目ですよ。サイや馬、バクは奇数なので奇蹄目に分類されます。へえ、これはちょっと豆知識がつきますね。生き物ってじゃあこういうひづめの数で分類する。人間はじゃあ何、5本だから奇蹄目じゃないですか。本当に一つの腕にですね。あだよね、写真でそうなってますね。はい、規定目になるんですかね。なんですね。聞いてる皆さん知ってました。カバって指4本なんですって。知りませんでしたね。だからなんだって話ですよね。鹿児島ニアとしても勉強になりますね。これはマニアックですな。はい、次お第5問。カバの汗の色、うわーマニアックだなこれ。え、興味ねー。透明とかじゃないんですね。色ついてるんですね。あ、カバそんなに好きじゃなかったけど、ますます好きじゃなかった。カバに失礼、カバに。1、イエロー。2、ブルー。3、ピンク。全部嫌だな。透明がないんですね。どの汗の色でも私のカバ嫌いをちょっと払拭できないな。カバ嫌いなんですね。ぱっと見ね、あんまりなんか可愛くないっていうか、さっきの150度開口のやつとか、いいやん。まあでも普通に考えたらイエローっぽいですけどね。普通ってどれも普通じゃないじゃん。いやいやいや、イエローってなんかあれじゃん、なんかちょっとお尿みたいな硫黄物質含まれてるね感じ。いやでもブルーとピンクであってほしくないという、なんか極彩色のイメージじゃないよね。イエローでしょう。イエローであってほしい。はい、じゃあ1番のイエロー、残念、ピンク。マジでキモ。カバ好きに失礼。え、このピンクに燃えるの、カバの好きな人たちは。まあまあ、カバも好きでピンク色を出してるわけじゃないと思いますし、カバは乾燥から火を守るためピンク色の汗を流しています。え、なんでここの説明だけこんな2行しかないの。なぜピンクなのかはないんですね。乾燥から火を守るため汗流すのは、まあ、全生き物共通じゃない。なぜピンク？食べ物の影響とか、フラミンゴとかそう言いますよね。なんかピンク色なのはなんかプランクトンの食べ物の影響とか。まあでもカバーはピンクであることが乾燥に対して何か効果があるってことだよね。この書き方だと。とろみがあると。あ、成績発表ですよ。あら、あ、5問なんですね。あ、時間残敗じゃね。時間的にもちょうどいいかもしれないですね。はい、じゃあ成績発表。成績5問中1問正解三角。あら、もっと頑張りましょう。平川とボスくんに1個、あ、行ってないからですよ。そうですね、ポンさん行ってないもんだって。動物図鑑も見れるよ。ほう、だそうでした。成績悪い、これは、ね、これ当てられて、キャベツしか分かんないじゃん絶対。い
いやでもカバについて知らないもんですね。いやっていうかこれでもさ、平川動物園的にはカバ、何カバ推しなのかみたいな。カバ2匹しかいなかったよ、龍馬くんと、うん、ななちゃん、ななちゃん。いやもう今はもう詳しくない。これやっぱ行って確認したくなっちゃいますね。言ったな言ったな、お前確認して行きたくなっちゃいますね思ってもないこと口にする。あとめんどくさいこと行くとは言ってないっていう。まあクイズ、こういうクイズもあとですね、まあカードゲームとかですね、うん、ブログパーツとか、なんか気になる、ね、動物の図鑑とかですね、図ブログとか。何あのね、なんか正直フールイメージ、平川動物館って地味なイメージだったんですけども、うん、あのホームページすごい賑やかで楽しい感じなんでですね、うん、これお子さんいる方はぜひですね、うん、あの子供連れて動物園行った帰りとか、はい、お子さんが遠足で行かれた、はい、後とかね、このホームページ見るとまた盛り上がるんじゃないかなと思います。そうですね、いいホームページだと思うんですよ、うんうん、ここにあの動物図鑑を見るって書いてあるんで、じゃあせっかくですから見てみましょう。どういう動物がいるかみたいな。ああ、そうですね。まあ動物園の紹介ですからね。いる動物もざっくり紹介してみる、うん。まあでもね、動物園ですから。哺乳類でしょ、まずは。哺乳類。あ、もうすごい。今ホームページ見てるんですけど、かなりの数がいっぱいですね。うん、メジャーで。広いもんね、ミラカール。ああ、ホワイトタイガーいますね。赤ちゃんが生まれたりしてますよね。見には行ってないですけど、プールさんは見られました、ホワイトタイガー。うん、なんかここに乗ってんだいたい。あ、カバもいますね、ちゃんとギャブ犬っていうのがですね、へぇ、持ってるんですが、ぜひあのお手元にパソコンがある方見ていただき、ギャブ犬っていうブッシュドッグと書いてありますが、詳しく見れるんですね。このギャブ犬ですね、ちょっと一見の価値ありだ。まあパッと見タヌキとかイノシシとかそっち系のあの、うんうんうん、なんていうその辺にいそうなやつなんですが、はい、犬だそうです。へえ、現世の犬の中で最も原始的な形を残していると。なるほど。だから犬って昔こんなのあったんだ。ああ、なんか怪しい写真と一緒にこれ放送禁止じゃないの。元祖犬、何してるの？水に入ろうとしてるのかな？好きな、まあまあ、まあ、とかですね、はい。まあ、あと私があのカンガルー、オーストラリアに行ったと現地でも見たんですけど、あ、はい、まあ正直ね、あの現場見た人間から言うとカンガルーちっこいです、ね。ああ、なるほど。現場のカンガルーマジでかいですか、ね、やっぱムキムキなんですか。あの命の危険感じるぐらいでかい。野生のカンガルー。あれにね、あのちょっとどつかれたら骨折するだろうな。うわ、バーンみたいな。なので、まあ、平川動物公園のカンガルーはすごく、フレンドリーな、かわいい外見をしております。あ、いいですね。それも見てとかですね、まあ、モンキー系がね充実してたんですよね。なんかモンキーいっぱい。お猿さん、多分この平川動物公園のロゴ見れますね、左上にあるんです。ああ、このロゴ猿なんじゃねえ。確かに。ああ、見れない系か。お猿さんの感じですね。猿推しなのかもしれない。うんうん。猿はですね、あの珍しいのから普通の日本猿の大群まで。なんか猿山があったイメージですけど、あ、今もあるんですね。あれ、マンドリルや。猿好きな方はぜひ。とか、あとまあ鳥系。鳥。うん。鳥はね、やっぱ寒かったからあんまりなかったんだよね。あ、なんか、あとは、そうそう、あのこれこんなところで言って申し訳ないけど、鳥インフルエンザ系がですね、流行ってたみたいで、あらら、学校にちょっと展示控えてますみたいな鳥が多かったんですけど、鳥系はまああのフラミンゴとか。なるほど。タフそうなやつありましたね、スルとかね。あれですね、県の鳥のルリカケスも。ルリカケスはいたんですけど、ものすごい奥の方にね、いてさ、全然あの美しい色が見れなかった真っ暗なところにいたから。
まあ、行く時期にもよるかもしれないですね。まあ、やっぱね、春とか、うん、あ、今頃じゃないですか。ああ、じゃあ行く、鹿児島にね、あの来ようと思ってる県外の方とか、まあ、市外とかの方でもですね、はい、やっぱね、あったかい時に行った方がいいよ、うん、そのね、ちょっと動物園リニューアルしたって聞いてたから、まあそれも楽しみに行ったんですけど、うんうん、あのね、寒くてね、はい、風強くて、なるほど、ないどこじゃなかったんですよ。なんかこう、まあ、オールシーズン見れるように平川動物公園もなんか考慮していただきたい。あ、いやいや、オールシーズン見れるようになってるんですが、やはりやっぱ動いててもらわないと、動物が、動物が暮らしやすい環境を整えるっていうのがまたいい感じですね。でもリニューアルされた、うん、そうですね、そのためにリニューアルした、うん、ただやっぱいるけど動いてないとね。ラクダとかむっちゃ寒そうだったからねそう、の生き物っていう感じですね。まあ結構、まあ、いっぱい本当見応えはすごい。あの1日入れるかな、いや1日きついな、うん、確か5時ぐらいまでじゃないですか、うん、だから、まあ、あでもベビーカーのね貸し出しとかもしてたんで、まあお子さん連れの方は行きやすいかな、うん、なるほど、うん、まあでもファミリーが行く場所ですからね、うん、まあその点は考慮されてるみたいですね、うん、まあそんな感じでですね、まあ、Hulu のここからは個人的な話なんですが、ほう、あの、まあ、リニューアル中かな、まだリニューアルしてる途中なんじゃないかな、リニューアル。なんか、まあ、完全に完成するのは。あ、7年かけて順次整備始めて、21年着工ってことは今のね、先生。29年になりますよ。あ、でも終わってんの？あ、年度だから、今平成28年度ですよね。ああ、じゃあもうこの年度中。ああ、でもまあでも大詰めっぽかったは大詰めっぽかった、ね、まだまだ途中だったかな。はあ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 、7か年計画ですって。ああ、これ壮大な計画の最中なんですね。うん、じゃあまだまだ、こんな感じで工事してます、ね、進化する平川動物園が楽しめる。まだまだっつってもまあ1ヶ月ですね。まあそうですけど。で、まあ、それをリニューアルしているのをまあ見た正直な感想としてはですね、はい、まあ、改善点もまだまだやっぱりいくつかあります。ほう、改善点、うん、もちろん動物でいっぱいいたりとか、すごいあのホームページ充実してたりとかですね、まあ、鹿児島といえばですよ、平川動物園といえば何なんでしょう。平川動物園といえば、うん、これはもう全国的にも、まあ一番有名なのはコアラ。そうそうそう、コアラ日本初上陸、はい、とかあるんです、いいところはあるんですが、はい、やっぱね、あの、まあ、田舎というか、うん、僕が行った時も あんまり人いなかったんですけども、うんうん、平日だったかな、1日平日だったからかもしれないんですけども、はい、これはちょっと変えてほしいなという点が、まあ、3つほどあるかな。3つも、はい、残りあと2分、2分しかないから、まあ、ババッといきます、はい、あのね、入ってあのアフリカンゾーンみたいな、アフリカンゾーンみたいなのがあるんですけど、でっかいパノラマビューみたいな、シマウマとか、うんうん、キリンとかいるところを抜けるとですね、あの時計塔みたいなのがあるんですよ、機械仕掛けの。あー、ありますね、白雪姫的な感じのね、今もコビトとか、あれがあるんですが、はい、あれがですね、非常に怖い。怖そこは改善されてる、ね、あのね、いや、怖いのが絵面じゃないんですよ。あ、機械仕掛けですから、うん、30分ごとにね、動くんですけど、ですね、あの音楽が鳴らず、ただね、あの小人と白雪姫として、ね、小人と動物たちがガタピシーながらね、動くだけという、非常にあのその時あの赤ちゃんも見てたんですけど、なんか親子連れの方が、赤ちゃん泣いてました。あれはね、良くないでしょ、あれ最初にやりなさいよまあ一番、まあ、うん、メインのパノラマのそのアフリカゾーン、著作権的な感じで手つけられないのかな。あれはな、泣かしちゃいかんでしょ、子供。あ、もう時間、ちょっと時間が、あ、もうあれですね、時間ですな、はい、まあ改善点ね、あとまあルートが分かりにくいとか現在地分かりにくいとかあったんですけど、まあおおむね楽しくね、2時間いたかな、3時間ぐらいいた、結構楽しんでますね、見応えはすごいありますんで、はい、今後に期待で、
これを聞いた方々は、はい、まあ、ぜひ足を運んでいただいて、はい、ホームページも確認していただければ、はい、で、来週のあれは、ラーメン王決定戦があの来週の土日ありますので、行ってきます。その、レポートをポンさんがしてくれる、はい、はい、行ってきます。楽しみに。